昼は眠い。どうしました、マスター？侵入者だ。結界の中にですか？大したやつじゃなさそうだが、一応ジジイに報告しておくか。どうした、ネギ先生？いくら10歳でも授業はしっかりやってもらわないとな。あ、珍しい。エヴァちゃんの方から話しかけるなんて。どないしたんやろ。改めて歓迎のご挨拶と行こうか、先生。いや、ネギ・スプリングフィールド、フランス・エッセルマキオ。やるじゃないか、先生。まさかこれほどの魔力とはな。私はお前の父、つまりサウザンドマスターに敗れている。魔力の極限まで封じられ、もう15年もあの教室で日本の女子中学生と一緒にお勉強させられてるんだよ。お前にこの辛さがわかるか。悪い、死ぬまで吸わせてもらう。これこの変質者ども。ちっちゃな、いくらくらくら快楽、うちの居候に何すんのよ。そんな。マスター、ネギ先生はまだ10歳です。あまりひどいことは。どうしたの、ちゃちゃまる。お前が意見するなんて。ほらー、待ちなさい。狙いは私か。たかが人間、私には触れることすらできんぞ。まただ、私の魔法障壁が